王立ツバイエルン国有鉄道の、紋章王立ツバイエルン国有鉄道は、1844年に、設立されたバイエルン王国の国有鉄道である。日本語では、バイエルン国有鉄道、バイエルン間有鉄道、バイエルン王立鉄道、バイエルン国鉄などとも呼ばれる。ドイツでは、1871年に、プロイセン王国、バイエルン王国、ザクセン王国、バーデン大公国、 ビルテンベルクなどのドイツ語圏の多くの両方からドイツ帝国が成立したが、それ以前に多くの両方は独自に鉄道を有していた。各両方の鉄道は次第に運営上の協力を深めてはいったが、ドイツ帝国成立後も第一次世界大戦後までそれぞれに独立したまま運営された。王立バイエルン国有鉄道はバイエルン王国領であったプファルツ地方の プファルツ鉄道を含めて、第一次世界大戦終結時点で8 5 2 6トルの路線網を有しており、これは、ドイツ帝国の各保有鉄道の中では、プロイセンクニュー鉄道に次いで2番目の規模であった。第一次世界大戦後、バイエルン王が退位したことにより、王立が取れて、バイエルンクニュー鉄道となり、1920年4月1日に、 統一されたドイツ国営鉄道のバイエルン軍管理局となった。ドイツ国鉄におけるバイエルンの鉄道網の管理はアウクスブルクミュンヘンニュルンベルクレーゲンスブルクの4つの地区に分けて行われた。またかつてのプファルツ鉄道はルートビヒスハーフェン地区となった。1933年10月1日、ドイツ国営鉄道内で唯一の軍管理局であったバイエルン軍管理局は 廃止となった。三本のバイエルンの幹線、赤線がルートビヒ南北鉄道、青線がルートビヒ西部鉄道、緑線がバイエルンマクシミリアン鉄道ミュンヘン、アウクスブルク間の鉄道を1844年に国有化し、王立バイエルン国有鉄道が発足した。王立バイエルン国有鉄道の初期には三本の幹線の建設に集中した。 その後も鉄道網は継続的に拡大されていった。鉄道網の隙間が埋められ、1880年代半ばからは膨大な支線網が地方部までを結んで張り巡らされるようになった。1856年3月19日バイエルン議会は施設鉄道会社の設立を許可し、不設資金の立志率を軽減する法案を議決した。 同年4月12日マクシミリアン2世は、バイエルン東部鉄道株式会社に、以下の通り路線の建設及び運営を許可した。この4つの路線網は、ポール・デウニーの監督とハインリヒ・ヒューゲルの建築仕事で5年以内に建設された。付設免許では、支線の建設と経路の直線化が規定されていた。ニュルンベルク・レーゲンスブルク線の建設はこの事例の、一つである。 四川網は、バイエルンの地方部では、一般的なものとなった。こうした路線は、きちんと作のされていない線路を、走っていたことから、ドイツ語でビマルンと呼ばれるベルを常に鳴らしながら走って、おり、そこからビマルンバーンという愛称が生まれた。こうした路線は180以上にも上り、この中には、約20本の私鉄もあった。ほとんどは、標準機であったが、現在でも、 路面軌道として運行されている、キー・ム・コエの支線のように狂気のものもあった。しかし、特に第二次世界大戦後のモータリゼーションにより、多くが廃止されていった。1977年時点で79本の支線しか残っておらず、それ以降さらなる廃止が行われている。一方で、メルリッヒ・シュタット・フラドゥンゲン鉄道のように、 博物館鉄道として運行されている路線もあれば、国境が開放されたことから運行を再開され、休日に賑にわっているバイエルンの森林地帯の路線のような例もある。1995年でもニュルンベルクの北東からグレーフェンベルクまでの1908年に建設された支線は現代の車両になってはいたが、伝統的な一両の機関車と二両の客車という、 構成で運行されていた。しかし多くの運行が継続されている支線は、機動車で運行されている。王立バイエルンクに言う鉄道として、最初に建設した支線は1872年に、建設したもので、ジーゲルスドルフから、マルクトアールバフハまでのものであった。最後に建設されたのは1928年に、 バイエルンの森林地帯でツビゼルからボーデンマイスまでを結ぶ路線で、これは今も運行されている。線路は多くが低い規格で敷かれ、軸重は4.25から5トンに制限された。標準のバラストの代わりによく水抜きされた土や砂、灰やこれらの混合物が敷かれることもあった。鉄道橋は簡素で、線路はできるだけ道路や川などに沿って、 土木工事を少なくするように建設された。四線用に特別に設計された客車が1890年代から製造され、当初は緑に白線の塗装とされていた。こうした車両は1960年代まで用いられていた。いくらか規格の良い路線では、木製や構成のより良い客車が1930年代から使われたり、 あるいはかつて幹線で使われていた六輪客車が転用された。地域ごとの鉄道の管理組織は、当初鉄道局と大鉄道局と呼ばれていた。大鉄道局は、アウクスブルク、バンベルク、インゴルシュタット、ケンプテン、ミュンヘン、ニュルンベルク、レーゲンスブルク、ローゼンハイム、バイデン、ビュルツブルグにあった。1886年以前は、こうした大鉄道局は、 王立交通機関理事会の下にあった。1886年から1906年までは王立バイエルン区に有鉄道理事会のもとに配置された。1906年に鉄道部が作られ、各鉄道部は運輸省の下に置かれた。鉄道部はアウクスブルク、ルートビヒスハーフェン、ライン、ミュンヘン、ニュルンベルク、バンベルク、レーゲンスブルク、ビュルツブルグに置かれ。 ニュルンベルク鉄道部に吸収されたバンベルクを除けば、1920年以降のドイツ国営鉄道でも引き継がれた。他の両方の鉄道の大半と同じく王立バイエルンクニーユ鉄道は、その創業期から列車運行に必要な機関車を自分の両方内のメーカーから購入していた。これらのうち、特に首都ミュンヘンに本社工場を構えていた。 J.A. マッファイ社とクラウス社の2社は、それぞれの専門分野で、世界的に著名で、王立バイエルンクニュー鉄道は、機関車の設計、調達において、大きな恩恵を受けた。1899年と1901年には、アメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスから、最新の機関車製造技術を学ぶために4両の、機関車を購入した。これによって得られた知識は、 バイエルンの新しい機関車に適用された。王立バイエルン区に有鉄道 S3、6型蒸気、機関車、S2、6型は、JA マッファイ社の製造部長であった、アントン・ハンメルによって設計され、わずか4ヶ月で製造されて1906年のニュルンベルク博覧会で展示された。博覧会から戻ってくると、1906年11月21日に、 王立バイエルンクニーユー鉄道が購入した。その数ヶ月後の1907年7月に、ミュンヘンからアウクスブルクへの路線で、時速 154.5km を達成し、ドイツにおける蒸気機関車の速度記録を樹立した。1925年に運用を終了し、ニュルンベルク交通博物館で保存されている。この記録樹立に成功した機関車に続き、 ハンメルは、バーデン大抗国区に有鉄道向けに、JA マッファイ社が製造した、IVF 型をベースとして、パシフィックの複式4気筒機関車を設計した。この新しい急行用旅客機関車が、S3、6型となり、後に、ドイツ国鉄18.4から6型となった。これは、ドイツ国鉄になってからも引き続き製造されたほどの、大きな成功を収めた。 多くの鉄道ファンが S3、6型はドイツの蒸気機関車で最も美しいとしており、その人気は近年になってもロコ、メルクリン、トリックスなどのメーカーから多くの模型が発売されていることでもわかる。1913年にはバイエルンで最も強力な蒸気機関車である GT2X4、4型のマレー式タンク機関車の最初の一両が、 J.A. マッファイ社で完成し、翌年から運用開始した。これは後にドイツ国鉄96.0型となった。この機関車は急行バイク間で補助機関車として用いられた。おそらく最も象徴的な視線用機関車が PTL に2型でガラス箱という愛称があった。初期の車両は J.A. マッファイ社とクラウス社により1906年に製造された。 この機関車の設計は根本的に新しいもので最も特徴的なのは大きな運転台がボイラー全体を包み込むような形状になっていることと半自動の燃料導入機構により一人で運転できるようになっていることであったまた貫通路があって乗務員が走行中に機関車から他の車両へ移ることができた29両が1909年までに製造され さらに3両が1910年に、クラウス社によって、プロイセンクに有鉄道向けに納入された。7両が、第二次世界大戦後まで運用され、最後の1両は1963年に運用を、終了した。メイヤーズ・カンバセーションス・レクシコン本1888、オーガニゼーションストラクター・デア・コニグリック・バイオーション、シュターツ・アイゼン・バーノン。ありがとうございます。